ボアビスタ島はカーボベルデに属するバルラベント諸島を構成する島の一つである。海亀、伝統音楽、ウルトラマラソン、そして砂丘と砂浜で知られる。ボアビスタとは良い眺めを意味する。人口3353人。サルレーの町に存在する三大サベル協会カーボベルデで第3位の面積を持つボアビスタは、 アフリカ大陸沿岸から4 5 5トル西に位置する。島は大半が平坦である。最高地点はエシュタンシア山の3 8 7ルである。その他にサントアントーニオ山、ネグロ山がある。主要な町はフェリー港があり、ボアビスタ空港があるサルレイである。島周辺の小島には西の東大のあるサルレイ島、カーボベルデの最東端であるバルアテ島がある。 北の岬はポンタ・アントーニアである。島の人口はほとんどがサルレーの町で生活している。多くの自治体が10人から100人程度の小さなものである。その他はすでに無人である。カーボベルでの有人島のうちで最も人口が少なく人口密度も低い。経済は元来農業を基盤としてきたが砂漠化が進行して、 塩の採取が最重要の産業となっている。今日の主要産業は、夏目やし栽培と観光である。ありがとうございます。